だってもう3ヶ月あるけど、もうどのぶっちゃけ名前もわかんないえ、挨拶とかするんですか、あの、うん、職場で。そう、おはようとか言われたら、おはようございますって言ってくれ、だからそれだけだよね。始まりましたメカニック TV。 今日もレソリューションズさんの2人来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、ちょっとメカドルの悩み、私悩みがあって、もう整備士もう9年目やってて、毎年新人入ってきて、今も7月でしょ、だから3ヶ月ぐらい新人入ってきたんだけど、まだ喋らない、なんかあんま接点もないんだけど、ここまで来ちゃうと、もう年の差もさ、もう10個ぐらい違うから、はい、だからその新人たちは何について悩んでて、何に困ってるのかとかが分からなくて、私にはあっちも話しかけてこないし、まあ、こっちはこっち忙しいから、はい、そういう悩みがあって、今回は見つけてきたの、メカニックの新人1、2年目ぐらいかな。いや、一応3年半ぐらい、はい、じゃあ私よりは早いです、はい、まだまだ新人のうちかな、3年ぐらいだったらね。なんかあります、新人ならではの悩み。もうね、忘れちゃったの私はそうですね、やはりその環境の違いとか、先輩のそのなんか人柄とか、なんかその雰囲気とか、うん、難しい。仲良くなるまで時間かかったりとかする？ちょっと僕の場合かかりました。かかった、はい、え、星野さんとかさ、自分メカじゃなくて、はい、メカニックを担当してるわけでしょ、はい、なんかそういう悩みとか聞く？だ、新人もレソリューション毎年入ってくるんだもんね。入ってきますね。やっぱり一番多いのは、うん、その皆さんが仕事忙しそうにしてるんで、うん、まあ、もちろん忙しいんでしょうけど、うん、まさにそれじゃん、今の私の悩み絶対話しかけづらいだろうなと思って仕事してるけど、 それちょ、今日どうにか答えがそうよ。いや、ぜひいや、本当にあの見てる方もそういうことで悩んでる方もものすごい多いと思います。これは逆に新人メカニックがどうするより、これを見てる結構ベテラン枠のメカニックがどうしていった方がいいっていう案件だよね。だってもう3ヶ月あるけど、もうぶっちゃけ名前もわかんないえ、挨拶とかするんですか、あの、うん、職場で。そう、おはようとか言われたら、おはようございますって言ってくれ、だからそれだけだよね。あ、どうしていいかわかんない、私も多分ね、これみんな持ってる、まあ、メカだけじゃなくてさ、普通の社会人になったらさ、みんな第一の壁だよね、はい、そうですね、コミュニケーションってやつ、まずは、はい、でも忙しそうで相談がしづらいって言っても、もう相談するしかないわけさ、だって分かんないんだもん、新人は。で、分かんないのが当たり前だし、その分かんないことを怒る人はいない。忙しくても多分聞いてきてくれれば、逆にちゃんと時間を割くわけさ、はい、自分から私が持ってる知識を無条件で教えてやると思うの、私も。でも聞いてきてくれれば、はい、私が知ってることは全部教えていこうなとは思うよね、まあ、いろんな人がいるから、はい、まあ、やっぱだってレソリューションも別にメカじゃない新人とか入ってきません？入ってきます。どうするの？まあ、そうですね、私の場合は逆に自分から声をかけてあげる形ですかねそういう人が一人でもいたらね、はい、やりやすいけど、意外とやっぱ整備士っていないかもね、結構忙しいしね。まあ、そうですよね、うん、なので新人で悩んでる子今いっぱいいると思う。今今年入った子なんてちょうど3ヶ月で、まあ、一番辞めたい時期だと思うの。もう辞めたい辞めたい、整備士だけじゃなく、やっぱ社会入って3ヶ月辞めたいと思うけど、困ったことだったらね、相談していくしか。お客さん待たせてますね。そう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 、だからもう時間を無駄にしないっていうのを心がけて、もう先輩の知識を全て奪うには話さないとダメだから、これで悩んでるメカニックいっぱいいるとは思うけど、忙しそうで仕事の相談しづらい、気にしちゃダメ、もう聞くしかないから、ということで、はい、答え出た、はい、そうですね、だいぶ勇気づけられたなと思います。私もでもなんかちょっと次、明日からの仕事はちょっと自ら声かけてみようかなと思うけど、ということで今日のメカニック TV はここまで。皆さん、メカニック TV いかがだったでしょうか。見てみて、メカニック TV ロゴとか T シャツができてる。これからチャンネル登録者数が増えれば、もっと面白いことができると思うし、私も整備士やってる子たち、これから目指してる子たちのためにいろんな活動をしていきたいと思うので、コメント
ントよろしくお願いします。チャンネル登録もね